の方が夜景見たいんだけど。あ、そっか、見れないもん。忙しいんだよね。たこねって言う口。
たまに忙しくしてるとなんか好き、本当に好きなのかな、自分の中で分かんなくなる時があったりとかして、なるべく言わないですけど、めちゃめちゃ結構心配はしてますね、正直。なんか一回電話した時に、電話の近くに女の人の声がまあして、仕事中かなって思ったんですけど、でもなんかいろいろ話しながらで、なんか結構あの軽い声っていうか、なんか友達、同性の友達感じじゃない気がして、もうちょっとわかんないんですけど、私もそんな女の子に詳しいわけじゃないからわかんないんですけど、なんかあれ、なんか友達なのかなってちょっと疑っちゃうような声が聞こえてた時があって、もしかしたらとか、まあなんか重くなりたくないんで、その時も、まあ、聞いてないふりして流したりしたんですけど、言えないな。もし本当に浮気してたらどうすんだろう私。私よく振られるなっていう。振られちゃうんですよね、毎回。なんか重くなりすぎちゃうみたいで、
いって思われちゃうんですよね、相手に。ここから、今の彼女には重くなりたくないし、結構思ったことあっても隠しちゃうことが多いですね。どうしていきたいんだろう。もう何も考えずに一緒にいれたら幸せですよね。なかなか難しい。好きなの。寂しかったの。私だって寂しいよ。同じ気持ちだよ。私も会えて嬉しいよ。私もだよ。私の方が嬉しいよ。わかる？彼の付き合いに満足してる？もっと会いたいし、ずっと一緒にいたいけど、寂しいけど。